はういこんにちは。ゆひこです。それでは今回なんですけども、メルペ増税前にまとめ買い、半額、ポイント還元キャンペーン、そして1年分、まるっとプレゼントキャンペーンということで、以前も少し予告してましたけども、まあ、メルペのキャンペーンがなんと本日発表されました。けどまあ、今回は先にお伝えすると、メルペが初めての方限定と、そうじゃない方向けの2つのキャンペーンとなっていますので、まあ、それも踏まえてサクッとお伝えしていこうと思います。 ということで、まずこちら。まあ、全体的なキャンペーンの名称なんですけども、まあ、増税前にまとめ買い、ラストチャンス、半額、ポイント還元ということですね。 そして、キャンペーン一つ目の名称というのは上にも出てるんですけども、増税前にまとめ買い、半額ポイント還元キャンペーンということなんですけども、まあ概要としたら、キャンペーンの期間内に初めて本人確認を完了して、キャンペーン期間中に9月の18日から9月の30日までの間、メルペイ残高払い、または後払いでのお支払いをすると、翌日に支払った額の50%のポイントが還元されるということになります。ちなみに、ポイント還元の上限は3000ポイントとなってますので、 6000円分のお買い物をしたら上限に達するということになっています。まあ、今回気をつけてほしいのはこの50%還元されるのはメルペが初めての方ということになっています。 今回対象となるお店はメルペイの ID 決済が使えるところ、そしてメルペイのバーコードがミスてコード決済が可能な場所ということになってますね。ちなみに先ほどお伝えした本人確認には2つ方法がありまして、銀行口座の登録、もしくはアプリで簡単本人確認という2つがあるので、アプリで簡単本人確認に関しては、免許証などを持って自撮りしてメルペイ側に送信するので、審査に時間がかかる場合があります。あとは書類不備で再提出となる可能性もあるので、まあ余裕を持って申し込むことを おすすめします 僕の場合は銀行口座を登録してサクッと本人確認が完了しました。まあ、先ほどまでお伝えしたキャンペーンについてはメルペが初めての方に向けてのキャンペーンなんですけども、ここからはメルペをすでに使っている方も含めたキャンペーンとなります。まあ、上にも出てる通り、増税前に1年分まるっとプレゼントキャンペーンということで、こちらキャンペーン期間中にメルペの電子マネー、いわゆる ID の設定をしていただいた方、またはキャンペーン期間以前に設定済みの方の中から、毎日抽選で10名様に増税 税前のまとめ買いランキング上位の消費財1年分相当のポイントをプレゼントされるというキャンペーンですねまあ、こちらは抽選となっています キャンペーンの参加方法としましては、キャンペーン終了までにメルペイ電子マネーの設定をしている方が抽選の対象となります。まあ一応キャンペーンの開始以前に設定済みの方も対象になるということでしたので、まあ何かお買い物しなければいけないというわけではないですね。ちなみに期間は9月の14日から9月の17日までの4日間開催されるということで、プレゼントされる商品はこちらです。まあ今出てる通りなんですけども、トイレットペーパー1年分12000ポイント、ティッシュペーパー1年分6000ポイント、 洗濯用洗剤1年分6000ポイントシャンプー1年分9600ポイントということで、まあ、これがメルカリのアプリ内にお知らせとして通知が来ますちなみにポイント当選後は即時付与されるということになってますねそして2つのキャンペーン紹介しましたがもしメルペを始めてない方がいましたらこちらのキャンペーンもまだ開催中です 友達を招待するるとと必ずもらえるススメルペイということですねこちらのキャンペーンに関してはもう僕の動画でも何度もお伝えしてるんですけども例えば招待コードを使ってまだメルペを登録していない方がいましたら誘った側と誘ってもらった側にそれぞれの1000ポイントが付与されますちなみにメルカリの登録をして最初に300ポイントがもらえますそしてメルペのアプリ内で講座登録など先ほどお伝えした本人確認が完了すればそれぞれに1000ポイントがもらえるので実質メルペを始めるだけでも1300ポイントが手元にある状態 ででで始めることができますなので先ほど最初にお伝ええした50%のの還元のキャンンペーンと組み合わせて使えばお試しで1300円分のポイントがあるのでお試しがてら使ってみるのもいいのかなっていうふうには思います。まあ、念のため僕の招待コードは下の概要欄に貼っておきます。今回のキャンペーンまとめると、増税前のまとめ買い半額ポイント還元キャンペーン、そして増税前に1年分まるっとプレゼントキャンペーン、そして友達招待で1000ポイントもらえる勧めメペイ、こちらの3つについて紹介しました。いやー僕の中で今回の メルペのキャンペーンに関してはちょっと期待していたところではあったんですが、ちょっと物足りなさを感じましたね。まあけどまだメルペを始めてない方がいらっしゃいましたらめちゃくちゃお得なので、まぁ、あ、ぜひ6000円分何かお買い物する予定があれば、半分の3000円分は手元に戻ってくるので、ぜひメルペを始めてみてもいいのではないのかなと思います。一応下の概要欄に今回お伝えしたキャンペーンのリンク、そして招待コードも貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。